明治43年、東京下役の浸水状況明治43年頃、東京湾から1キロメートル内陸に漂着した、ボート明治43年の大水害は、1910年8月に東日本の一府15県を襲った大水害である。梅雨前線と2つの台風が重なったことから、豪雨により河川が氾濫し、関東だけで死者769人。 行方不明者78人、家屋全開、流出約5000戸を数え、東京府だけでも約150万人が被災する大惨事となった。8月8日の時点で、東海、関東、東北地方に豪雨、関東一帯が泥沼化し、長雨に続く記録的な集中豪雨で、河川氾濫、土砂災害が続出、死者、行方不明者1357人、 家屋全七2765個、流出3832個に達したという。現在の東京特部の平地の部分は、もともと海の干潟や低湿地帯だったものを、徳川家康入府後の埋め立てや、地水事業によって、過重地化したもので、東京は本質的に水害に対して脆弱であり、また、水害対策を目的の一つとした。 利根川当選事業によって利根川の下流域となった旧下取り替え周辺などのように、その代償として水害に襲われるようになってしまった地域もある。それまでの治水は中条堤に見られるように氾濫を前提とし、要所のみ守るという方式であり、漢方2年の江戸洪水をはじめとして、しばしば洪水に襲われてきたものの問題視されたことはなかった。しかし、明治維新以降、 近代的なインフラ整備が進み、被害額が大きくなるにつれ水害に苦しめられていた。地域に対しさらなる負担をし、このような氾濫を前提とした治水は、理解を得ることが難しくなっていた。1910年8月5日頃から続いた、梅雨前線による雨に、11日に日本列島に接近し、房総半島をかすめ、太平洋上へ抜けた台風雨と、さらに14日に、 沼津付近に上陸し、甲府から群馬県西部を通過した台風が重なり、関東各地に集中豪雨をもたらした。利根川、荒川、玉川水系の広範囲にわたって河川は氾濫し、各地で堤防が決壊、関東地方における被害は死者769人、行方不明78人、家屋全壊2 1十一戸、家屋流出2796戸に及んだ。 最も被害の大きかった群馬県の死者は283人、行方不明27人、家屋全壊流出1 249個に上り、群馬県など利根川相模や下流域のほか、天明3年の浅間山大噴火後徹底強化した、右岸川においても、止水のような過剰包みが決壊したため氾濫流は、 埼玉県を縦断と恐怖にまで達し関東平野一面が文字通り水浸しになった。東京でも下町一帯がしばらくの間冠水し、戦争時に救護所が作られた記録が残っている。埼玉県ではこの洪水により決壊した中条堤の修復をめぐり強化復旧を主張する下郷の北葛飾軍と南北埼玉軍を含めた側と、 中条堤の観光的維持とともに上と根川の築堤を要求する上里地区との間に葬儀が生じ、県議会は大混乱となり、県知事から提示された調停案を不服とした地元住民と警官隊が激しく衝突、県会は紛争を繰り返した。だが、最終的には、水害に苦しめられていた上里地区の要求にも配慮し、中条堤の高さは従来通り、 下郷地区の主張する強化については、堤防幅を広くすることとし、坂巻、瀬戸井の共作部は、拡幅、連続堤防方式を固子として修復されることとなった。このことはすでに着手していた、利根川改修工事の改定を迫ることとなり、計画洪水流量の見直しや江戸川への分、流量の増加など、大きな変更を生んだ。また、この大洪水で、 東京でも被災者150万人の大きな被害が発生し、それまで利根川の治水費の負担をしていなかった、東京府も他の流域の県と同様に治水費の地方負担を受け持つようになった。荒川については大規模な改修計画が策定され、翌年より岩淵から中川河口まで幅500メートル、全長22キロメートルにも及ぶ放水路を改作する荒川放水路事業が、 着手されることとなった。事業は、途中、第一次世界大戦に伴う不況や関東、大震災などで混乱を極めたが、蒸気掘作機や春節船を活用しながら、延べ310万人の人員が動員され、昭和5年に完成した。ありがとうございます。